コンからありがとうございます。こんばんは。もろこしさんこんばんは、こんばんは。はるさんこんばんは、こんばんは。くろさんこんばんは。くろりんさんこんばんは。るちゃんさんこんばんは、ありがとうございます。またあかつきさんこんばんは、ありがとうございます。ベイビーさんこんばんは、こんばんは。ギリギリさんこんばんは。ジェンナルさんこんばんは、こんばんは。まなかちゃんの755を見て初見ですが、ありがとうございます。まなかちゃんから来てくださる方が多くて嬉しいです。ななちゃんこんばんは、ありがとう。今日も可愛いね。そんなことないです、ありがとうございます。今日私の T シャツ見てください。わかりますか。ゆうすけさんおはようございます。またおはようございます。こんばんは。はるかちゃんこんばんは。パクちゃんこんばんは、ありがとうございます。こんばんは。すいません、今日は初見です。毎回初見なんですか。クーランポンタンさんこんばんは、こんばんは。みつばさんこんばんは、こんばんは。サムネは公開されないね。そうです、多分公開されないと思います。もう公開しないにしちゃったんで。高井さんこんばんは、こんばんは。西さんかわいい、ありがとうございます。まさかその T シャツは、気づきましたか。あのパジャマ、一応パジャマなんですよ私。なんかアイドルの T シャツとかバンドの T シャツとか、あのよくないんですかね。パジャマにしてて、一応パジャマ配信ってことです。あ、テリオさんこんばんは。仕事終わって帰宅中。お、あ、テリオさんでしたっけ。あの推薦コメント書いてくださりましたよね。あのふてこいって何ですか、方言ですか。わたグッズいろいろ公開して買いました。 SY 推しのゆうたさんこんばんは、こんばんは。 NMB の生写真見せて。ちょっと今持ってないんですよ。ちょっと今友達とお泊まりしてて違う場所なんですよ。熊之助さんこんばんは、こんばんは。ユニコーンさんこんばんみ、こんばんみ、ありがとうございます。またなぎちさんこんばんは、こんばんは。パンナさんこんばんは、こんばんは。レナさんかわいい、ありがとうございます。と、合ってるかな、これ分かります、見えますか。チョーカー、レナさんギターしてるけど手大きいですか。手これぐらい、何センチだろう。これぐらいです。知ってますか皆さん。トシーさんこんばんは、こんばんは。指紋取られる、今手のひら写したつもりなんですけど、手相見といてください。オールドさんこんばんは、こんばんは。最終日楽しみにしてます。最終日って配信の最終日ですか。すごいね、手のひら広がるし柔らかい。ピアノできそうだね。ピアノできないんですよ私、楽譜読めないんですよ。楽譜っていうかドレミのやつ、ギターコードしか読めない。竜兵さんこんばんは、こんばんは。
Kさんこんばんは、またありがとうございます。まさかそのアクセサリーは、わかる方いませんかね。私ももかさんが好きだったので、ももかさんのチーム M を買ったんです。これももかさんが参加してたコンサート。字綺麗ね、ありがとうございます。お初です。お初手の大きさ比べしをしたいです。しましょう。かわいい、好きかも。うー嬉しい、ありがとうございます。いつからギター始めましたか。小学6年生から始めました。なるほど、チーム M か。そうです、チーム M の M です。これ DD と思う、D、自分は DD だと思います。でもなんか好きなメンバーさんは結構系統が多分偏ってると思います。DD、うん、好きなメンバーさん、違うな、好きなメンバーさんが多いけど推しメンっていうのは少ないですね、多分。画面越しでできるよ。本当ですか。できますか。こんばんは、頑張ってくださいね。ありがとうございます。俺もギターしてるけどタブ譜しか読めない。でもタブ譜読めたらコードもいけますよ。大丈夫大丈夫。ギターして指に豆とかできましたか。なんかあの左の人差し指から小指の4本が硬くなります。硬くなる、わかりますか。なんかこれが豆って言うんですか。見てるだけで癒される。ありがとうございます。毎回優しいこと言ってくださる。リセット公演の方が見たこと、あの配信でしか見たことないです。生では見たことないです。あ、12周年のことです。最終日、あ、そういうことですね。30日楽しみにしててください。動かさないように手の大きさ比べしよう楽譜読めないし漢字読めない漢字読めないのはちょっともんもう問題。こんばんは。わんこそばんそ、こんばんは。豆見たい。豆見せると多分指紋が分かっちゃうんですよ。まえさん、はじめまして。はじめまして。あるちゃんさん、ありがとうございます。かわいいって、ありがとうございます。ももかのなんちゃらイベント、チキイベントですか。何のことだろう。金曜日行きましたよ。ももかさんに会いに行きました。コード覚えようとしても結局諦めて自分のフレーズ弾いてる。でもコード覚えられたらめっちゃ楽しいですよ。いろんな曲弾けますよ。指が硬くなるのも頑張った証拠。嬉しい、優しいこと言ってくださる。顔も話し方も可愛い。ありがとうございます。研究生になると黒髪するけど、あ、染めたいです黒髪にしたい、早く。なんか受かったって感じしません。絶滅黒髪少女。絶滅の黒髪少女よ、なんてててて。やりたいですね。トマイキさん、こんばんは。こんばんは、おはようございます。星、ありがとうございます。星、ももちゃんの天国野郎よかったね。私も好きです。天国野郎いいですよね。おはよう、今日も見に来る、ありがとうございます。ひかるくんさん、はじめまして。はじめまして。マックさん、こんばんは。こんばんは。黒髪似合いそう。お、嬉しい。黒髪、ずっと黒髪でしたね。当たり前ですけど、最近染めたので。頑張った手を褒めてあげたら、千年みたいなギターしてる姿が浮かぶ。嬉しいです、ありがとう。褒めときます。キロちゃんさん、ありがとうございます。星、手のひら広がるのかっこいいですか。マサヤさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。またみなさん、今日はお仕事でしたか。指パッチンできますか。
お、いけた、すごい、え、すごい、こんな綺麗な音出ませんよ。あ、すごい、今日めっちゃ鳴ります。嬉しい。前髪をケープしてるの、してないです。さっき直しました。ツイッターにパクちゃんの写真載せたいんですけど、ハッシュタグとかある？そう、それ全然決めてないんですよね。なんかいいのありませんか、パクちゃんなんちゃらかんちゃらみたいな、なんちゃらかんちゃらパクちゃんとかでもいいんですけど、ちょっといいの教えてください。ダンサブル頑張ってください。ダンサブルさんにはちょっと入れないんですけど、ダンス頑張ります。フェルナンドさん、こんばんは。こんばんは。コートさん、はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。こんばんは。誰かに似てるって言われますか？いや、今まで言われたことないんですけど、あの配信始めてから大場皆さんに似てるっていうコメントよく書かれます。書いてくださります。皆さん優しい。今も仕事中だよ。大変、頑張ってください。遅い時間まで偉いですね。かすみさん、すごい指パッチン、嬉しい。こんな鳴ることありませんから、めったに。キロちゃんさん、仕事でした、お疲れ様です。偉いです。まゆみさん、こんばんは。受験ありがとうございます。パクちゃん、まあ中に。それなんかめっちゃオタクじゃないですか。大丈夫ですか、パクちゃん。真ん中推しって。花カレンちゃんさん、こんばんは。こんばんは。マスクメロンさん、こんばんは。こんばんは。手のひらの180度開脚、こういうことですか、合ってるかな。え、キモいかも。あ、ごめん、なんかキモ画像出してたかも今、すいません。今まで言われたことない。え、本当に言われたことないです。初めて大場皆さんに似てるって言われました。次 NMB48 と89ちゃんではどう。あ、そうなんですけど、なんか結構候補生の皆さんがなんか何番の何ちゃんみたいな感じにやってるのを見てていいなって思ってるんです。なんか佐藤和さん、こんばんは。こんばんは。アヒル口が真ん中に、嘘、それも初めて言われた、嬉しい。総監督のアバターです。あ、そうなんですね。私アバター詳しくないんですよ。ショールームそんなに、あの初期のアバターだったので、ちょっと。トカズさん頑張れ、ありがとうございます。似てる子本当に、パクちゃんの場合まだモバメ送りたいですね。モバメ。ナイピの好きなところは、ナイピさんは演技が上手なのと MC が面白いところが好きです。あととっても可愛い。ま、めぐたんじゃん。パクちゃん今日も可愛いね、ありがとうございます。ライさん、ありがとうございます。食べて、これ何、何のギフトですか。ちょっとロールケーキかな。食べます、ありがとうございます。ちゃちゃまるくんさん、こんばんは。こんばんは。すごい、皆さんフォローしてくださる、ありがとうございます。お話し会で伝えとくね。何、あれですか、真ん中ちゃんみたいな。あ、アイピさんですね。嬉しい、ありがとうございます。アイピさんとはまだ全然会ったこともないんですよね。マスオさん、こんばんは。こんばんは。ドアップも可愛い、嬉しいです、ありがとうございます。平日も配信してくれてありがた口、うん、嬉しいです。平日明日も多分できると思うので。いわちゃんさん、こんばんは。こんばんは。まあ明日ってあれですよね、 NMB さんコンサート始まりますよね。皆さん行きますか、明日。配信しても見に来ないかな、みんな。
控えた方がいいのかな。そうですよね、思いました。ってなると月火水木で、火水木金でやってるからコンサートまでできないかも。配信したら見に行く。本当ですか、嬉しい。あ、ドゥタンさん、ドゥタンさんありがとうございます。来てくださって見に来るよ。本当ですか、嬉しい。じゃあやろっかな。初めて来たのですが、これがオーディションになるのかな。そうです、オーディションです。初見です。ライブには出るの。出ます、グランキューブ楽しみだな。配信したら見ます。本当ですか、ありがとうございます。毎日候補生嬉しい。でも水曜日はできないんですよね多分。火曜日と木曜日は多分できると思うんで。配信時間のルールは22時までです。今ちょっと待ってくださいね。人数多いと思います。3時間3枠制限とか、あ、そういうのあるんですかね。多分枠とか何時間制とかないと思うんですけど、どうなんですか。水曜日はバイトじゃないんですよ。なんか今お友達と旅行してて帰りなので、多分帰るの遅くなっちゃうからっていうので。ライブは人数多いと思いますが探しますね。ありがとうございます。見つけてください、私も見つけるので。森健さんこんばんは、こんばんは。ちなみにお隣ミルキーさん知ってますよ、もちろん。コンサート配信してる時間にはかぶらない方がいいか。そうですよね、コンサート何時に終わりますかね。ライブはいつ、私が出るライブは30日です、今週の金曜日。おにゃワルキー分かりますよ、可愛いですよね。ニニギさんこんばんは、こんばんは。もう何年も NMB のコンサート行ってないけど盛り上がり方が最高だよね。そうなんですよ、めっちゃ盛り上がりますよね。NMB さんの曲もパフォーマンスも大好きで、もうテンションぶち上げ。ティリフさん可愛すぎる、ありがとうございます。よかった、時代はまだそんなに。なんか8期生さんに、8期の候補生さんにさやかさんのこと知らない方いましたよね。びっくりしました、なんかそんな若い子たちが入ってきたんだと思って。上腕二頭筋はここですか。お、すごくない？多分これ骨なんですけど、骨じゃない、絶対骨じゃないな、筋肉です。最近知らない子もいるからじゃそういうことですね。私は多分割と分かると思います。 BBQ さんこんばんは、こんばんは。その一員になってほしいな、嬉しい、ありがとうございます。他の9期候補生のショールームはチェックしましたか。63番ちゃんと23番ちゃんと84番ちゃん27番ちゃんとか見ましたね。
23番ちゃんかわいい。63番ちゃんみんな可愛いんですよ。どうしよう、私もあの63番ちゃんになんかコメントしようか迷ったんですよ。こうやってやってたの可愛くなかったですか。見ました、合ってるかな。ちょっと誰かスクショして63番ちゃんに送ってくれませんか、好きですっていうので。 OK。 アンケンさんこんばんは、こんばんは。そう NMB 兼任してたゆいはんさんが好きなまなか、あ、横山ゆいさんからまなかちゃんっていう感じなんですね。すごい、あ、つながってますね。感動する、それは嬉しい。そこの列に入れてるのが嬉しい。カチカチやぞ。61番ちゃんも可愛い。あ、見ました、めっちゃ可愛いですよね。私あの子、角野若菜ちゃんに似てると思うんですけど、どう思いますか。上腕二頭筋ある、そうですね、ワルキーの歌詞ですね、気になるみたいな。休憩候補でだいぶ、そうですね、楽しみ。ほう、見てきてください。ダジャレしたけど、あ、ダジャレじゃない、ちょ、ごちになりました。スクショしたけどどうする、あの63番ちゃんのタグに送ってください。え、キモいかな。63番ちゃんは30日来るんですかね。ムーミンちゃん、ナナちゃん、ありがとう、ナナちゃん、ハート。どっちがいい？あ、好きだ虫やろ。星健さん今日も来れた、嬉しい、ありがとうございます、来てくださって。若にゃんとに、若にゃんですよね、目元がすごい似てるなと思うんですよ。つぶやく星とか何でしたっけ、ムーミンちゃんのタグ、なんかなんかなんちゃらこっち見てよムーミンみたいな感じの、忘れちゃった。ちょっと皆さん調べてください。コラボ配信できるのは多分候補生とはできないんじゃないですかね。63番ちゃんそうです、61番ちゃんは木下桃子さんの方がいいね。確かに言われてみれば、確かに、もう一回見ようかな。カズさんこんばんは、こんばんは。よかったら後ろにも書いてくれない、あ、そう、ハッシュタグを考えませんか。私作ってないんですよ、いいハッシュタグありませんか。パクちゃんなんちゃらみたいな、なんちゃらパクちゃんでもいいんですけど。ジュンジュンさん、はじめまして、ありがとうございます、来てくださって。めっちゃ受験生いる、そうなんですよ、多いですよね。いいゆだなさん、こんばんは、こんばんは。候補生の頃は歴史、嘘、私が先陣を、過去の NMB オーディションの動画を見て勉強したりしますか。なんか、え、どうなんだろう、なんか勉強になってるんですかね。なんかこんな感じなんだと思いましたけど、自分がどう、なんて言ったらいいんですか、それ見て自分がどうするかはまだちょっとつかめてないです。お風呂入ってて出遅れました、あ、おかえりなさい。二頭筋ある人並みですけどね。何人受かるの、何人でしょうね、私もよく分かってないです。でも最終的には10、14とかじゃないですか、だいたい10人前半とかじゃないですかね。あきら先生のレッスンは怖くないですか、楽しみです、私は楽しみです。なんかそんな肝が据わってるわけじゃないんですけど、なんか変われそう自分が。ミルキーに二頭筋を捧げる、二頭筋めっちゃ押しますやん、受かるといいね、応援します、ありがとうございます。なんかあれはどうですか、なんか
私がパクちゃんっていう名前を皆さんと考えた時に、なんかあのなんちゃらをパクパクみたいなこと言ってくださったんですけど、あきら先生の名言を生で、そうですね、生で聞いてみたいですって皆さんも思いますよね。お宅の皆さん、お宅の皆さんも、ただいまご飯食べてきた、おかえりなさい、ザンさん。愛を食べてなくちゃめっちゃいい、めっちゃいいですね。パクワンステージクリア、いいですね。お宅の皆さん、お宅の皆さん、あなたですよって、お宅の皆さん、ハッシュタグどうしましょう。ザンちゃんって呼んでね。わかりました、ザンちゃん。大合格してくださいね。ありがとうございます。頑張ります。もぐもぐパクちゃん、いいですね。パクちゃん。30日のコンサート何曲披露しますか。多分なんかわかんない。公開しちゃダメですよね。多分公開されてないからちょっとここは内緒でいきますね。楽しみにしててください。何曲でも。トムさんこんばんは、こんばんは。今日も可愛いよ、ありがとうございます。そんなことないです。あなたのハートをパクッとな、かわいい、かわいいですね。なんかもともとあるハッシュタグとかじゃなければありま、うん、大丈夫かな。パクちゃんのもぐもぐタイム希望、今水しかない。もぐもぐパクちゃんとかですよね。愛を食べてパクちゃんとかすごいなんかキャッチーで覚えやすいと思うんですけど、どう思いますか。あなたのハートパクちゃんいいです。あなたのハートパク、あ、それもいいですね。あ、すごい、初めて来てくださる方がたくさん。30日のライブは髪型はどんな感じですか。どうしよう、特に考えてないんですよ。もしかしたらこの状態で行くかもしれないです。で、私一回も髪型変えてないですよね。皆さんの中でこれが定着してたらこの片耳かけで行こうと思うんですけど。しんさんこんばん、パクちゃんこんばん、こんばんパクちゃん、嬉しい嬉しい、その挨拶。 BB さんこんばんは、こんばんは。じゃ、うん、愛を食べてパクちゃん、もぐもぐパクちゃん、あなたのなんだっけ、あなたのハートパク、パクパクちっちゃいツードですか。この3つで決めません。まゆさんこんばんは、こんばんは。アムニャさんこんばんは、こんばんは。この姿だ、あ、本当ですか。これで大丈夫ですかね。見つけやすいですか。これにしよっかな。あ、投票したみたいです。
投票してみたいですって。これあテロップに書いとけば皆さん分かりますよね。1あでも25文字まで、何でしたっけ、待って、なんだっけ、1個目なんだっけ、1個目なんだっけ、鮎を食べてパクちゃんだ、そうだ、1鮎を食べてパクちゃん、違う間違えちゃった、鮎を食べてパクちゃん、あこれで11文字いっちゃう、どうしよう、どうしたらいいかな、紙ないんですよね、七五郎さんこんばんは、こんばんは、彦一さんこんばんは、こんばんは、ちょっと待ってくださいね、なんかすごいあれかも、ダメだ、順位上がったね、本当ですか、今何位、19位、おお、ありがとうございます、本当に皆さんのおかげです、どうしよう、すっごいすっごい原始的かも、原始的っていうか回っていく、また名を送りました、近くに紙とペンがある、ないんですよね今の、ワードに書きますなんか嫌だな、字がキモい、字自体がちょっと嫌だな、今ワードで書く人なんていないですよね、多分恥ずかしいな、鮎を食べて、パクちゃん、2番何でしたっけ、もぐも、あ、違う、もぐもぐパクちゃんだ、もぐもぐパクちゃんが、あなたのハートを、たくなぎのふきが頑張るしか、OK、え、いい感じ、決めたら教えて、わかりました、え、めっちゃいい感じじゃないですか、え、わかりやすくないですか、天才かも、オッケー、これでどうしたらいいの、投票開始、うん、どうしたらいいのこれ、あーオッケーオッケー、いいねいいね、嬉しい、本当でかい、いやそう皆さんが見えないかなと思って、ちょっと待ってね、あれれ、よし、最近ハマってる歌手はいますか、あ、めぐみさん、めぐみっていうバンドにハマってます、カタカナ、あ、ひらがなの目に組っていう感じで、バンドですね、バンド、オッケー、
あ、もっとでかくした方が見えますか？どうだ？グリーンリーブさん、こんばんは、こんばんは。三つとも投げました意見が星5色投げました、ありがとうございます。優しいね。どうかな、これいつまで、どれぐらい戻っちゃう、戻っちゃうのハッシュタグ好きなんだ、いいですねそれ。ハッシュタグ好きなんだ。3番はもうゲビのみだ。あ、確かに締め切り、はい締め切ります。お、3番、あ3番が多かった、3番でお願いします。あなたのハートをパク、あなたのハートをパク、これでお願いします。 OK OK かな。あなたのハートをパク、そうちっちゃいつまで忘れないでください。 OK ですか。握手会っていつも名前出ししてた。私あの高校生、中高生だったのであんまりこういっぱい出す買えないので、なんか違う日のをなんか枚数出すよりいっぱい何日間か行くみたいな重視で言ってましたね。だから本当にめっちゃ少ない数だったと思います。 2,3 とか。 OK 了解、ありがとうございます。あゴムない、ごめんなさい。あで私チョーカーどっかやっちゃったかも。どっかやっちゃったあれで後で探します。ループが楽しいよ、わかります。何回も通うやつですよね。かわいいありがとうございます。出た物がなくなり、そうなんですよマジで、物なくしちゃうんですよ。さっきまでつけてましたよね、チョーカー。あれワイの好きだ虫を話し会の買い方と一緒ですか。やった、参加してる感。そうなんですよ、そうわかる、めっちゃわかる。待ってピアス開けたの可愛いね、開けてますよ、3つ開いてます。サブローさん初見です、ありがとうございます。髪型自由なら目立つようにツインテールとかが、本当ですか。ツインテールでもなんか同じ考えでツインテールの方多かったりしませんかね。みんなどんな髪型するんだろう。ありましたさっき多分パソコン撮った時に落としちゃったんだ。見つけやすい、あ確かに見つけやすさで言ったらそうですよね。あれフォローできないぞ、嘘、悲しい。なんだろう、私のショールもおかしいですかね。なんかずっと顔出ししてたの、あ最初からしてます。サムネイル出してないだけです。あフォローできてますよ、サブロさんありがとうございます。できてます。
線にしてみて。どれぐらいの高さがいいですかね。ちょっとゴムがないのでこんな感じっていう感じなんですけど、こんな感じどう？ OK。 バンドはどんなジャンルですか。好きなバンドですかね。なんだろう、いろんなバンドが好きですけど、私あのクリープハイプさんが好きなんですけど、クリープハイプさんって大体こう尾崎さんが、尾崎世界観さんっていう方が作ってる曲が多いんですけど、長谷川川内さんっていう方が作ってる曲も好きなんです。なんか歌詞を見て可愛いって思ると大体好きになるんです。なんか可愛い曲だなって思うと好き。可愛い、本当ですか。ついに嬉しい。ルート島田久美さんありがとうございます。星しゅうまるさんこんばんは、こんばんは。高めで、お、ちょっと待ってくださいね。お、もう53分なんですね。可愛い、最高、嬉しい。触覚大事、そう、触覚大事、印象変わる、ありがとう。可愛い、ありがとうございます。ツインテール、最強ツインテール。私もクレープ好き、一緒ですね。え、これ私片方結んだらさ、片方結べないんですけど、どうしたらいいですか。なんかあの合成してくださりません。こ、まずこっち、はい、次。はい、こっち、はい、合成してくださりましたかね。 OK、かわいい、ありがとうございます。演奏、あ、演奏してたのはどんなジャンルだろう。なんかバンドメンバー5人いたんですけど、みんな好みが違ったのでいろんなやつやってましたね。好きな曲みたいな。そんなことある。あ、こっちでこうやって結んだら、この押さえてる手があれでダメなんですよ。両手使わないと。ご心配さん頑張ってください。おお、54分まだまだ大丈夫。おお、すごい、なんか急に来た、いっぱい来てくださる。なんだろう、なんでこんなに来てくださってるんだ。嬉しい、ありがとうございます。5分前なので大丈夫ですかね。あとちょっと大丈夫じゃないですかね。もう読んだ方がいいですか。5分前、いや、ちょっと後でペン買って書いておきますね。あなたの、あ、何でしたっけ、あなたのハートをパク、あなたのハートをパクって書いておきます。あ、今日一応パジャマなんですよ。パジャマっていうか、なんかあのよくバンドとかアイドルの T シャツをパジャマにしてるんですけど、こういう感じです。よし、男女読みます。はい、いきます。13位、友野心さん、あ、ありがとうございます。12位、K さん、ありがとうございます。11位、ルート島田久美さん、ありがとうございます。10位、テリオさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。9位、おはようございますさん、ありがとうございます。8位、ケロちゃんさん、ありがとうございます。7位、お、7位のナナちゃんじゃないですか。ナナちゃん、ありがとうございます。6位、星健さん、ありがとうございます。5位、ヒューガヒャンさん、ヒューガヒャンさん、ありがとうございます。またありがとうございます。4位、るっちゃんさん、ありがとうございます。3位、しょなみさん、ありがとうございます。
2ユニコーンさんありがとうございます。1ライさんありがとうございます。いつもいつも本当にありがとうございます。たちでした、うん、ありがとうございます。メラルドさんこんばんは、こんばんは。でもまだあと3分あるからお話ししようかな。ありがとうございます、ありがとうございます。お、1000人超えた、嬉しい、ありがとうございます。スクショタイム、スクショタイム何しよう、何しよう、スクショタイム。合ってますか、好き魂ポーズって片方なんですか。皆さんこうやって自撮りしてるから分かんないな。出るかな。すごいなんか気持ち悪いかも。大丈夫かな。ちゃうちゃうさんありがとう。そうですね、ありがた口ですね。ぬのさんありがとうございます。星パクパクお疲れちゃん、仕事さっき終わって配信間に合うかった。あーお疲れ様です、来てくださってありがとうございます。最後の方だけでも両方頭に、あ、こうか、ありがとうございます。あ、ちょ、こ、小指難しいですね。 OK ギャルピースで、ガオピ、ガオ、ガオポーズ。オッケー、オッケーかな、オッケーかな、大丈夫かな。そろそろ終わっちゃう？あとちょっとですね。目線ください。合ってる？パクちゃん可愛すぎて目の保養すぎる。今日もありがとう、はるくちゃんありがとう、来てくれて。バイバイ、おやすみ、ありがとうございました。おやすみ、いい夢見てね、ありがとうございます。今日もありがた口でした、ありがとうございました。皆さん来てくださって、また明日多分できると思うので、バイバーイ。